日本鹿児島県鹿児島市木入れ生美町木入れ生美町は鹿児島県鹿児島市の町旧薩摩国旧、はじむ郡木入合成未村いぶすき郡木入れ村大技生美、いぶすき郡木入れ町大技生美。郵便番号は891-0206人口は857人世帯数は483世帯面積は10.72平方キロメートル 鹿児島市の最南端、鹿児島湾の西岸に位置している。生身の海岸にはマングローブを形成する植物の一つである、ヒルギ科の琉球郊外とも呼ばれるメヒルギの北原地の生育地があり、キイレの琉球郊外産地として、国の特別天然記念物に指定されている。鹿児島市の最南端、狸川の下流域に位置している。町域の北方には、 鹿児島市入入前の浜町、南方には、いぶすきしこ西方には、南九州市永町巻の内がそれぞれ隣接しており、東方には、鹿児島湾に面している。海岸沿いに、国道226号といぶすき枕崎線が、南北に通り、鹿児島県道245号飯山木入線が、東西に通っており、海岸沿いと、県道飯山木入線に沿って集落が広がる。 生み海岸には、メヒルギの自生地があり、1921年に、キーレの琉球郊外産地として、国の天然記念物に指定された。町域の中央部には、鹿児島市立西見、小学校が所在しており、南部に生み駅が所在している。西部には、生み海水浴場があり、鹿児島市やイブスキ市の近郊にあることから家族連れの海水浴客で賑わっている。 2010年夏には、生身ビーチハウスが設置された。生身という地名は、南独地名であり、平凡社の日本歴史地名体系の南独地名一覧には、生身として、東京道出版の南独地名辞典には、生身として掲載されている。ぬくみという地名は、室町時代より見え、薩摩国級はじむ院のうちであった。欧米33年の島津義久新城には、 紀伊寺院ぬくみ塩シ一所とあり、文案二年の藤原久し刑寄進状には、紀伊寺院ぬくみのうち塩オ一とあり、共に、谷山県中禅寺に寄進されている。江戸時代になるとぬくみは、下村のうちに含まれていたが、天那元年12月14日に、下村の南部が、生身村として分村した。この際に、昭夜が任命され、この時の生身村の国高は480国ごと、 あまりであると記録されている。昭徳5年1月4日には、生身の西屋敷で火災が発生し13件が消失した。明治3年に前の浜と生身は再び合併し、下村となり、1878年には再び、下村が前の浜村と生身村に分割され、薩摩国旧はじむ軍ん木入れ里のうちの政権村となった。 1879年の戸籍簿によれば、生見村は260個であった。1889年4月1日に、町村制が施行されたのに伴い、木入里に属していた、セ石市村、中南村、前の浜村、生見村の区域より、キーュ木入郡群木入村が成立した。それまでの生見村は、木入村の大技、生見となった。1894年より、 生身鉱山において銀が産出されており、1897年には国内の生産量の4.7%を占めるほど採取が行われていた。1897年4月1日には、鹿児島県下国海並軍海変更及び軍、廃置法律が施行され、キー氏軍の内キーレ村は、イブスキ軍及び、英軍と共に、イブスキ軍を新設し、キ入村は、 イブスキ軍のうちとなった。1928年には、町村制に基づく区が、キーレ村行政区画規定により大技整備1円を持って第5区が設置され、1946年3月31日に廃止されるまで行政区画として存続した。1934年12月19日には、イブスキ線が開通し、生みには生み駅が設置された。 1956年10月15日には、キ入レ村が、調整施行し、キ入レ町となった。2000年12月8日に、こういう水面埋め立て地の、区域が、生宮座宮園の一部に編入された。2004年11月1日に、キ入レ町が、日置郡松本町、郡山町、鹿児島郡吉田町、桜島町と共に、鹿児島市に編入された。 合併に際して設置された法定合併協議会である鹿児島地区合併協議会における協議によって、木入町の区域の大技については、字の区域を廃止し、当該廃止された字の区域に相当する区域により、新たに町の区域を設定し、その名称については、表示案に基づき、各町の意向を尊重し、合併までに調整するものとすると協定された。前述の協定に基づいて、 合併前の10月26日に、鹿児島県の告示である町の区域の設定及び字の廃止が鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき、それまでの大技整備は廃止され、大技整備の全域をもって新たに鹿児島市の町、木入整備町が設置された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年、 以降の人口の推移である。キ入レの琉球郊外産地鹿児島市立生美、小学校キ入レ生み町には、鹿児島市立生美、小学校が設置されており、かつては、キ入レ町立生美、中学校が設置されていた。生見、中学校は、生見、小学校を通学区域として1947年に、小学校の一部施設を共用して設置された。 1972年に、瀬石市中学校とともに、キ入レ町立木入れ中学校に統合され、1973年にキ入レ中学校の校舎が完成するまで、生身教場として使用された。生身・小学校は、1876年11月に開校し、1887年に、尋常小学校となり、1921年には、高等科が併設された。 1941年には国民学校令により国民学校となり、1947年に生身、小学校に改称している。2014年現在の児童数は29名であり、2021年現在小規模校の特任校に指定されている。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。生身駅、ありがとうございます。